なんで？ねえ、どうしてなの？県外なんてひどいよ。全然会えなくなっちゃうじゃない。ちょっと外で話そう。したの？うん。私も一緒に行く。試験はもう終わってる。第一、お前の成績じゃ無理だ。よりは知らないの？双子は同じ学校に行かなくちゃいけないって法律があるんだよ。勝手に作るな。どうして？どうして行くの？行くが好きだから。これ以上イクと一緒の部屋にいたら止められない。イクのそばにはいられないんだ。連れてって。え？部屋に連れてって。したいと思ってた。イクが誰かに好かれて恋をしてどんどん女の子になっていくのをただずっとそばで見てた。でももう限界なんだ。細くて長い髪も小さくて赤い唇も白い肌も柔らかい胸も全部俺のものにしたい。より、怖い。だったら怖いって言えよ。怖くないよ。して同情すんなよ。俺のことまだ好きじゃないくせに。やっぱり体だけじゃ嫌だ。イクの心が欲しい。早く俺のこと男として好きになれ。それまでは俺から求めたりしない。待ってる。俺以上にイクを好きな男なんていないから。おやすみ。あの話は今度また。うん。ねえより、ねえよりくん。え？今度どこか一緒に行きたいな。映画とか。
ああ、その時ちゃんと話してくれる？ああ、よかった、嬉しい。Yeah.